して誠にありがとうございます。組語りは今日6月26日で無事ですね4周年迎えることができました。はい、皆様のねご協力のもととなっております。大変ありがとうございます。ではね、それに先立ちまして、4周年企画として本日演員のひなのお話のですね最後にひなの公開体重測定を行っていきますので、ぜひ皆様お楽しみに。はい、では早速ひなのお話からしていきます。ひながまず生まれる経緯からですね、まずは大人のペンギンたちがひな子供が生まれるときはですね、まず部屋探しから始まるんです。部屋を探すときにペンギンたち空に向かって首を伸ばしてパワフォーパワフォー泣きながらですね、大きな声で泣いている姿を大体3月頃から見ることができます。そしてですね、見つけたら相手を、新しいペアを見つけたり、あとは新しいペアともともといたペアを再会するためにそうやって泣いている姿をよく見かけることができます。そしてペアが見つかったら次は巣作りが始まります。巣作りはですね、今後ろにある空いた岩場のところにですね、素材として草には稲わらだったり樹脂図というものをですね使ったりして、そのペンギンたち5個にですねオリジナルの巣穴を作っていくんです。足で踏み固めてですね巣穴作っていきます。そうして巣穴が完成したら次は交尾をします。交尾をした後は次卵が生まれます。マドランペンギンはですね卵ワンシーズンに2個産みます。ただ卵生まれたら全部ヒナが生まれてくるわけではありません。卵有精卵と無精卵という2種類の卵があります。あちらのお姉さんがですねクリップを持って有精卵と無精卵の違いの写真を順番に回っていきます。お姉ちゃんお手手気をつけてくださいね。はい、このようにですね、有精卵はヒナが生まれる可能性のある卵となっています。無精卵はですね、逆にヒナが絶対生まれない卵です。有精卵はね、血管が走っているので生まれる可能性が、ね、あるというか分かりやすくなっております。ちなみに調べ方はですね、ライトを当てて調べております。今回ってくれておりますが、ちなみにですね、卵を約40日ほど親のお腹の下でペンギンたち温めて無事孵化します。さあ温めてる様子もね写真でお見せしていきますね。はい、このようにねお腹の下で温めています。さあこのようにね温めて孵化した後はですね、親がペンギンたちに、子供のヒナたちに餌を与えていきます。餌を与えるときはですね、親が食べたものをですね巻き戻しで与えているんですね。そうすることでヒナたちどんどんすくすくとですね大きく成長していきます。さあそしてですね、じゃあヒナたちどんどん大きくなっていくと、ね、私たち見語りでは120以上のマゼランペンギンたちを飼育しているのですが、たくさんいるんですが、新しいヒナたち命が生まれてくるととっても私たち嬉しい気持ちになるんです。ただその中でも大変なことたくさんあります。ヒナたちもうそろそろするとですね、私たち飼育員から餌をもらう練習が始まります。最初はですね全然うまく食べることができません。なので私たちはそのヒナたちポポのですね性格や特徴をですね捉えつつ、この餌の大きさだったら食べやすいかななんていうのも工夫したりしながらですね、ヒナたちの餌を食べるサポートをしていてですね、最終的には立派な大人のペンギンに近づいていきます。さあそしてねその時にですね、あとは泳ぐのももうそろそろあと4、2ヶ月ほどすると泳げるようになるのですが、最初ちゃんと泳げるかなんていうのもとっても不安になったりするんですが、そんなね不安をよそにヒナたち一瞬で泳げるようになりますので、そういった時もですねとっても私たち嬉しい気持ちになります。
さあ、それではですね、ヒナのお話は以上となりまして、早速ヒナの公開体重測定を行っていこうと思います。拍手。はい、ではですね、準備ができていますかね。お姉さん、はい、はい、ヒナ準備できたみたいなので早速登場してもらいましょう。はい、早速ヒナやってきてくれました。ただこちらヒナですね、生まれて1ヶ月ほど、だいたい40日でぐらいのペイントヒナとなっております。はい、では早速体重測っていきましょう。いきますよ。はい、今日の体重は1595g だそうです。はい、意外と大きいです。生まれた時はですね、約 70g ほど、本当に手のひらサイズに乗っかるような大きさだったのですが、約2週間でだいたい 600g まで成長します。そこからラス1ヶ月ほど経つと、この大きさ約 1501.5kg ほどの大きさになるんです。重さね、把握しないかと思いますがね、だいたい1キロがお家で買うお砂糖1袋分だと思っていただければとても分かりやすいかと思います。はい、それだけね、たくさん小屋からですね、餌をもらってここまで大きくなりました。さあ、ではね、ヒナがそろそろ限界そうですので、お父さんお母さんの元に戻ろうかなと思います。最後はですね、皆様の前をぐるっと一周してですね、戻っていきますので、はい、じっくりとね、早めに回らせていただきますが、じっくりとご観覧ください。写真撮ってかわいらしいもこもこの姿をしておりますが、もうね、来月ぐらいに来ていただければ、この目が抜けてですね、メウという羽なんですが、ジュラ抜けてアセイチョウという姿になります。灰色の体色をしている大人とは違う姿をしておりますので、ぜひね、またこちらたちに会いに来てくださいね。さあ、ではですね、こちら短いお時間ではありましたが、以上でペンギンのヒナのお話終了となります。皆様ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。この後もですね、引き続き見語り、どうぞごゆっくりとお